お話を伺うのは野島大進さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは本日のお題をお願いいたします。はい、お寺の鐘、お寺のお経をあげるときに叩く、ここで言うと あれですね。そうですね、あそこにある大きな、はいはい、今見ていただいたこの鳴り物が、このお寺に今ある物語を、少しお話ししていきたいなと思っております。このお寺のこれについて話をすると。そうです。もう私もともと、皆さんと同じ在家と言いまして、家がこう一般の家庭からお坊さんになりまして、はいはい、でお寺を修行が終えて、それからお寺に勤めて、サラリーマンのお坊さんといいますか、はいはい、そういうのを続けてたんですけれども、やはりなんかいつか自分のこう理想とするようなお寺を、作ってみたいって思いまして。そっか、まあ、もちろんその世襲でね、はい、お父さんの後を継いでお坊さんになる方もいらっしゃいますよ、はい、そういう方は最初からお寺がありますもんね。そうですね。で私の場合は借家を借りて、お寺を始めまして。借家っていうと本当に普通の家なんですか？普通の民家です。簡単な何々寺って書いてありますけれども、そこがお寺だと誰にも気づかないのでそりゃそうですよね、はい、普通 の民家の一軒家ですか。民家の一軒家です。そこに何とか寺って書かれてもね、はい、寺とは思わないわけですよね。思わないと思います。で、まあ、やることは朝から夜まで時間がありましたらお経をあげてまして、でやっぱり毎日毎日人が来なかったんですけど、である時こう、まあ、朝から晩までずっとお経をあげてますので、その音に惹かれて、あるあのおばあさんが入ってこられまして、ガラガラガラっと、はいはい、でここは何ですかっていうふうに言われたのでまあお寺ですって、初めての、まあ、いわばお客さんですから。そうですよね、はいはいはい、お仕事を頼んでいただけるかなとか、なんかお賽銭の一つでもあげてもらえるかなとか、そういうふうにちょっとは期待してお招きしたんですけれども、お話をずっとしてまして、だん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 お昼が近づいてきまして、午前中においでになったんですね。午前中に来られて、お昼ご飯の時間になってもずっといらっしゃるの でその時は私独身で、一人で食べるも二人で食べるも一緒だろうと思って、で、食事を出して、でそのおばあちゃんのために、はいはい、で食べ終わったらそのおばあちゃんが帰られるんですね、いやちょっと待って、朝から晩までずっとこうお経を唱えてた、はい、その間食い縁はどうしてたんですか？お金は。それは今まで、サラリーマンお坊さんをしてましたので、貯金してたものを切り崩して、じゃあもうどんどん減る一方ですよね。どんどん減っていきます。でそんな中でおばあさんが来た、はい、で初めてのお客さんと思った、はい、でも喋るだけ喋って、はい、お昼ご飯まで食べて、はい、帰っていっちゃったわけですね。そうなんです。ああ、なんか何がいけなかったのかなとか、こういう日もあるかとか、そういうふうに思いまして、またいつもと変わらないようにお経をあげてまして、また次の日そのおばあちゃんが同じぐらいの時間に午前中に来られて、はいはいはい、で、またお邪魔しますって言って、そうするとまたお昼に差し掛かってまた同じようにお昼を2人で食べるって、一つぐらいお経でも頼んでくれればいいのにとか思ってたんですけども、でもずっと一人でそのお寺の借家で暮らしてましたので、それまでに大切ですよね、はい、ですから寂しいし、やっぱり一人でご飯食べるより二人で食べた方が楽しいし、そうすると、その時も楽しい食事をして、また時間になると帰られる。そういうのがこう何日かこう続きまして、何日か続いたんですか？はい、1週間か10日ぐらい、はい、1週間、はい、ああ、こう言い方したら本当に失礼ですけど、ただ食いのために来てるんじゃないかって思いません？はい、誰も来ないというのが一番辛いんで、大進さんがね、はい、私が、だからやっぱり人が来てくれるっていうことで幸せな部分が多かったんじゃないかなって。でその1週間10日経って、でそのおばあちゃん来られた時に、今度は急に、よく我慢しましたねって お嬢さんって言われて、やっぱり私もドキッて、そうですよね、はい、その時に自分もその最初の時の気持ち、ああやっと来てくれたとか、お経をあげてくれればいいのにとか、お賽銭の一つでもあげてくれればいいのにとか、でそういう話ももう心が溶けてますから、そういう話もおばあちゃんにしまして、あ、もう打ち明けたわけですね、はい、その本心を持ってたんですよって、だけどもう狭い場所だし、こう
ごめんくださいって来られたら、うん、逃げるも何もないので、うん、もう狭い借家だと、はい、でそういう話をしましたら、うん、ただそのおばあちゃんがお寺にここには金がない、そのゴーンって鳴らすお経の時にあげる金もない、うん、実際その一番最初に借家で始めた時には、はい、日蓮宗のおまんだら、はい、ここにもこう、はい、お飾りされてますけども、うん、はい、もっとこう小さいコンパクトな私が持ってたおまんだらだけをこうお飾りしまして、で経机は家庭用のお経の机を、で小さいその家庭用のおりんを、もう本当我々が知ってるの、はい、のチーンっていうあの高い音がする、はい、自宅にある、はい、あれで、お経をあげてましたの で、 でそのおばあちゃんがここに、ちゃんとした、金を、あげてあげたいっていう話をされまして、はあ、でちょっとびっくりするお金をあの出されてたんですね。え、でやっぱりこうそういうのもらうと怖いんですね。そうですね、後で返してくれとか、なるほど、なんか騙されたとか、そうね、変な宗教だとか確かに言われるんじゃないかと思いまして、はい、でいやこういうの受け取れませんっていう話をしましたら、はい、そのおばあちゃんが、うん、自分の夫が早くで亡くなって、うん、で自分はいろんなところにお参りをして、うん、次生まれ変わった時にはその旦那さんと末永く長生きして暮らしたい、うんうん、お嬢さんが断れると、うん、私の旦那さんが成仏できないって、うんうん、毎回お嬢さんがお経をあげてくれることで、うん、そのご恩という金がうちの夫のところに功徳となって聞こえていくんだから、うんうん、あのぜひあげてくださいって、うん、そんな言われると断れない、まあ、確かにですね、確かに、で実際、その金額で買えるだけの、はい、そのお寺の金を買いましたら、はい、このサイズだったんですね。あ、これ？これなんです。まさにこれなんですか？はい、あ、現物？現物です。あ、これを買ったんですか？はい。いや、相当な金額ですよね。これが買えるぐらいですからね。そうです。はい、で、狭い部屋に、はい、狭い部屋に。これがありますから。はいはいはい。で私が座ると私より大きいんです。確かにでっかいですもんね。言ったらもうその部屋自体はもう8畳ぐらい。ああ8畳間にこれは確かに不釣り合いですよね。はい。ああその小さい曼荼羅と、はい、小さな机と、はい、でっかい方がどんどんあるわけですよね。確かにアンバランスですよね。アンバランスなんです。はいはいはい。でそういうふうに言いましたら、そのおばあちゃんがお嬢さんって今の心で一生懸命頑張って行かれたら、うんうん、この金がおかしくないような場所になるんで、うんうん、今の心で一生懸命頑張ってくださいって。今となってはここに飾るだけのこんなに広いお堂がになりましたもんね、はい、そうです。お釈迦様の教え、はい、この中っていうのは意図があって、はい、お経典というのをずっと説かれてきている、ええ、よく西の方に仏様がある、東の方、北の方、南の方っていろんなところに仏様がいらっしゃるっていうんですけれども、うん、宇宙に素晴らしい場所があってこの地球が苦しい場所だ、うん、あの向こうの宇宙の世界に浄土があるって最初は説いてたんですね、うん、はいはい、ところが、うん、だん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 ストーリーがクライマックスになってきましたら、ほうほう、本当はここなんだよって言うんです。浄土が、浄土が全部ってことですよね。全てが浄土なんだ。なるほど。つまり汚れた世界なんてないんだと。はい。じゃあなぜお釈迦様はこの世が汚れた場所で苦しい場所で修行がいる場所でって言ったのかというと、人々が、人々の心が地獄にしてみたり浄土にしてみたりしてるんだよ。なんか仏様というとあの仏像が仏様のように思います、はいはい、しかしこのお経典をずっと読んでいきますと全てが仏だということになるんですね。あ、じゃあその一連のそのお経っていうのは全てなんかスターウォーズみたいな感じでずっと続いてるわけですか。そうなんです。ストーリーが、はい、いろんな宗派の教えも一つの物語の中の一箇所なんですね。それを全部つなげていくと、トータルすると、うん、その人々をどこかに導きたいというお釈迦様の意図があるんですね。じゃあもうそのこれまで の、 そのいろんなそのお経のストーリーをやっぱ全部見た方がいいですよね。そうなんです。スターウォーズだって1だけ見て、はい、あるいは5だけ見ても分かんないですよね、はい、分かんないんです。とってもジーンといたしました、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。